人関係のストレス。あいつだよ、ね。はい。知らないけど。動画でも見て知ってた。知ってた。知ってたでしょ。はい。あと、そう、呼吸がしにくくて。そう、筋肉が詰まってくると、うん、呼吸がしにくくなるんです。はい。門前整体三つ信です。今回ねやっぱり背中の方をやっていくと背中はねそこまで反応が少ないのでね、音声の方ちょっと音量を抑えてね私の喋り声を入れていこうかなと思っております。でねこの方ねだいぶね足とか腰とかの反応は楽しかったんですけれどもやっぱり背中になるとね少なくなってしまいます。でやっぱ背中の疲れってね先ほども言ってたように、対人関係のストレスとかがあると左側がやっぱり硬くなったりするんですね。なので皆さんもね左側の背中が硬いとかあそういえばあの職場のあの人がちょっとやっぱりしんどいんだよなっていう風な人がいればそれが原因だったりその人が原因だったりすることがあったりするのでね皆さんもね思い当たることがあればその人からできるだけ離れてみてとかねしてあげる方が良かったりしますよ。ただねやっぱり、どうしてもね関係的にね仕事とか家庭とかでも離れられない関係性とかもあったりしますからそういう方はねなんかね新しい考え方を入れてみるっていうのは私提案しています。どんなことかって言ったら嫌なことをしてきたら、その嫌な人が、嫌なことをしてきた場合にポイントゲットっていう風に自分の中で思い変えるんですよね。でポイントを一つゲットしたらそのポイントがある程度50ポイントとか100ポイント貯まったらいつも飲んでるビールをちょっとプレミアムビールに変えてみたりとかなんかねちょっと違うものにね自分へのご褒美をあげたりするとああまだこいつなんか言ってきたぞっていうイラッとすることが少し減ったりとかするんですよね。本当に私もね、昔はねそういう風なことをねやってねああこいつまたやってきたわあポイントゲットみたいな考え方でね変えられない関係性がある状態だったらそういう風にしてました。ちなみに私はものすごいストレスがかかってた時はやっぱりすごいお酒の量が酒量が増えてますよね。こればっかりはやっぱり仕方がないのかななんて思ったりします。だからねそういう風にね考え方を少し変えてねストレスを溜め込むというよりかは何かしらでストレスを発散してあげる方がいいのでぜひねやってみてください。でこれ今ね耳の情報でね、っていう風な話をしてたんですけども動画の方はね、人の声っていうのは、なんていうかな波になってるので波がね耳元に、ささやき続かれると嫌な人の話を聞かされるとねその声でいやもうこの人の話聞きたくないわって思ってしまって筋肉がね耳から振動がね伝わってね首とか肩とかがね硬くなっていってしまうことってもあったりするんですよ。なのでそれが起こってしまってこの左側の胃の裏のあたりとかに溜まっていき腰とかお尻とかすごくねその辺が硬くなったりとかすることっていうのがあったりしますから、皆さんもねあんまり聞きたくない声とかいうのがあれば耳栓ができるならしてもいいですしそれを聞かなきゃいけなかったら、なんかね何かしら方法論考えてみてください。私もね昔もう嫌なことがあったなこの人嫌だなと思ったこととかあった時はやっぱりね耳を違う楽しい音楽を聞いてみたりとか、好きな声の人をね聞いてみたりとかねするようにしてたりとかします。なのでねその疲れがねやっぱり、ね、どうしてもね音声から入ってくることっていうのもあるんですよね。マンションで住んでて隣の部屋の音がうるさいとかさちょっとしたことだけれどもなんか聞こえてくると鬱陶しいことってあったりしますからそれがね原因になって体の疲れが溜まってしまうことがありますからあんまりね無理にしないようにね体に溜め込まないようにすればいいんですけれどもやっぱりねこの世の中は最近厳しいですからね何かしら我慢する機会も多いと思います。そういう時はね私がねやってみたシリーズで背中伸ばす動画とかここを押さえたらいいよみたいな動画をやってたりとかするんですけども、ね、あれを参考にして自分でやってもらうか、どうしてもただ体の疲れが取れなかった場合は門前整体三つ信か、近くのね、家の近くにある門前整体とか行ってもいいと思います。でそれでね、体の疲れが癒されるっていうのが一番効果的ですからまずはね自分の体を
体調を安定させるっていうことをね、重要視してあげた方が絶対いいですからね。皆さんも体に、自分の体は自分でしか解決できませんからね、ちゃんとねやってあげてくださいよ。この動画見てる人ってね、やっぱりね、体が疲れ切ってる人っていうのがほとんどですからね、できるだけね、自分の体の疲れ、ストレスをちゃんとね取り払ってあげてね、体の疲れを取ってあげてくださいよ。でちなみにね、やっぱりね、あの季節の変わり目とかになるとね、やっぱ体ってね硬くなったりとかしやすいんですよね。台風とか気温の寒暖差、雨が降るとか気圧とかなんかいろいろありますから、そういうふうなことがね、いっぱいね体にかかってくると、やっぱり疲れが出てしまって眠たくなってしまったりとか、疲れが溜まっていってしまったりとかってすること結構多いですから、もっとねこの詳しい話を聞きたい場合は、私の、ブログなんかにもいっぱい書いてたりとかするんで、まあ、時間がある人はね、まあ、読んでみてくれたらいいんじゃないかなと思います。でまあ私もね同じことばっかりくっちゃべってますから、この動画をね何回もね見ていただければ、あ、そういえばこういうのが体の疲れに出てくるんだよな、そうだなんか、先生言ってたなみたいな感じで思っていただくと分かりやすいんじゃないかなと思います。でやっぱりね、この筋肉が硬くなるのをね緩めるにはね、やっぱりストレスから解放されればいいんですけども、解放されない場合っていうのもやっぱりあったりしますから、あ、そうそう今ここ硬いよっつってね、これがあると手のしびれがありますよみたいな話をしてますけれども、これがねやっぱりね、どうしてもね痛い場所はねやっぱり出てくるんですよね。で、あのストレスだけじゃなくて、今だったらねやっぱマウス疲れとかスマホ疲れとかね、スマホ指とかそういうのでね、左側のね手が硬くなったりとか、手の周りの疲れとかもいっぱい出てきたりとかしますからね、そういうのをねやっぱりそう、なんていうのかな、抑えていってあげるだけでもやっぱりね、この肩甲骨のところっていうのはね、どうしても硬くなりやすい場所ですから、ここをねしっかりとね刺激してあげるとね、やっぱりかなり効果的なんですよね。でやっぱりね、この腕の周りのね疼れてね取れにくいってし、またどうしてもね、あの構造的に疼れが溜まりやすい場所ですから、この辺をねしっかり緩めてあげるっていうのはね、本当にね、あの人間のね体の中で重要なことで、まあ、ここってねなかなかね抑えてくれる店が少ないらしいんですね。なのでね、まあ、あのこの辺はね、骨盤職人さんだったっけな、あの木の棒でね、あの乗っからって抑えれるやつとかでも抑えてあげたらやっぱり効果的ですから、しっかりね緩めてあげてね、 できたらねやっぱり定期的、まあ、3ヶ月に1回ぐらいねやってあげた方がやっぱ体は楽になりますから、ぜひね私はそういう風に言い続けていきます。で、あとね、分かってるけどなかなかできないっていうことで言えば、毎日湯船に浸かること、これをねやっぱり毎日湯船にね40度からな41度ぐらいで、15分ぐらいは最低ね、汗が出るまで使ってあげるのはやっぱり効果的ですから、あのね時間がないとかね、なんかないって言いながらもね、スマホ見ながら入ってたらすぐ入れますから、スマホ見るんだったらめんどくさいけど、ちょっと湯船に使ってみてあげてください。もしくはね家の近くに、何銭湯とかね、なんかいろいろある人とかだったら、そっちにね、まあ、週1回ぐらい通っていただいたりとか、そんなことをやってあげるとだいぶやっぱりね疲れが取れていってくれますからね。あ、この人ねやっぱり、ね、ものすごく痛がってるんですけどね、このね肩甲骨の場所ってね、そうやっぱりねこういう風にね押さえていくのはね効果的な場所ですから、やっぱここ見ててねやってほしいっていう人もね結構いたりしますからね、ここをねやってほしかったら、また遠いかもしれませんが、ね、奈良までお越しになる予定を作っていただいてね、ぜひ来ていただければいいんじゃないかななんて思ってたりします。さあそろそろね、喋りも長くなってきましたけれどもね、あ、肩甲骨の方もだんだん終わってきましたね。でこうやってね、あの体を使ってねグイ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 押していきますから、やっぱりね、あの押してほしいとか、あ、そうそうそんな感じだっていう風に思う人はね、やってもらえればいいんじゃないかなと思います。以上、門舌整体みつのぶでした。今度はね、またねこんな感じでね動画いっぱい上げていったりとかしますので、ね、また、動画を楽しみにしてください。以上、門舌整体みつのぶでした。